高橋由一チャンネル。菅さんが閣僚経験の HKT と会食、総裁選に向け合法化っていう記事があったんですけど、うんうん、岸田さんが、はい、あの国会の会見長がほぼできないっていう状況に追い込まれた、はい、会見長ができない総理っていうのはものすごいパワーがなくなってるよね、うん、だってあの国対委員長は、うん、やりませんって言ってるだけだから国対委員長の言うこと聞かせられないってことですか。ということでしょうね。う短い期間だったら、まあ、まずできるんだけどね、うん、あとまあ理由つけるだけなんだけど、はい、2ヶ月間ぐらいまでできるんだよね、うんうんうん、で2ヶ月間を仮に国会会見委員長をするって言うんだったら大義名分はあってね、はい、この憲法審査会をやるといえばそういう気なんだよ、ね、あともう一個は、はい、今例えば関税の話がねなかなかねあの対応ができないから、はい、その関税の話について対応しますなんていうのは、はい、いい名目なんだよね、うん、でそういう名目にもかかわらずできないっていうんだから、うん、よっぽどパワーが起こってるんだよね。でそうするとパワーが起こってるってことは国会が開いてないと解散できない、はい、だから国会開いてなかったら解散できないから、はい、で国会開くってで会見委員長するってことは実はパワーを維持するってことだから、うん、国会の会見委員長ができないってことはパワーが実は持ってないってだけなんだよ。なるほどな。ということで国会の会見委員長ができそうもないっていうことだから、はい、もうこれは合法化、合法っていうのは総裁選に向けて合法って意味はもう岸田さんのもとでは解散ができにくいっていうことなんで、うん、ということでもう動き出してるってことです。これはだからみんなもう政治やってる人だったら会見委員長とかずっと見てたに決まってるんでね、できそうもないっていうのは分かったらもう動くよ。良いどんになったんですね。良いどんだ、まあ、6月の20日で、まあ、ちょっとまだ残ってるけどね、はい、でももうあれだよね、この時期に動けないってことはもう苦しいと。うん、でまあね時々ねラジオの中で森田君なんかね、はい、最後の最後でできるんじゃないかと思う。はいはい、一人で、うん、何でもできるっていうのはないよ。あの何でもそうだけどこういうの組織だからね、はい、一人じゃ何でもできないよね、総理一人じゃね、はい、最低限私が聞いてる限りでは、はい、あれだよね、やっぱり官房長官、官房長官、うん、それとあと官房長官はもう絶対に口の割らなくて全部調べられる官僚が一人ぐらいいて、この3人は最低限必要だよね。だって総理が自らあれじゃない、なんか例えばね、はい、あの解散するときに天皇に来てもらわなきゃいけないけど、うん、天皇の予定、はい、総理があれじゃない宮内庁に聞いてたらもうおかしくなっちゃうじゃない。具体的にはこうそういう話なんだけどね、はい、まあ、あの天皇の予定っていうのは一例だけどね、他にも何個か手順があるからね、はい、そういう手順っていうので、ね、あの間違いがないように何個か潰さなきゃいけないので、うん、だからそんなの総理が全部できるわけないんだよ。あ、できないですね。ね、おそらくだからあの岸田さんが木原さんをね、はいはい、副長官切ったから、はい、あれでもポッチなんで、今まではそういうことをいろいろ木原さんに相談してたっていう感じだ。彼だと副長官だから、はい、官房長官じゃないけど、はい、まあ、そこそこできるよな、あ、うん、で今の林さんはね、はい、全然あれだからね、腹心でもないからね、そうなんです。女の林さんにちょこっと喋ったら林さんがね、うん、逆に寝首かくかもしれないからね。おー、それはそうでしょう。ちょっとリークすればすぐアウトになるのこんなもん。そうか、うん、解散日程みたいな話をね、うん、林さんなんかにできるわけないよ。なるほど、うん、これもしポロッと漏れちゃったらもうアウトだ、すぐすぐ羽交い締めになって、うん、あのもう捜査引き下ろしになるか、引き下ろし、うん、よく、うん、と株主総会でね、はい、社長引き落としてると一緒なんだ、なんか病院総会開いてね、はい、すぐ引き落としになるよ、臨時でもう終わりっていう。そうそう、みんなあのそんなの知ってるから、うん、だから一人でなんかできっこなくて、やっぱり腹心がいないとできないんだよ。そうなんです、腹心がいないっていうのはあの表れですよ。もうポッチっていうのがものすごくよく分かりやすいことなの。この国会の会期認定もうすらもできないっていうことだよ。完全なポッチなんですね。ポッチ、うん、もうポッチになってあれだよな、苦しいだろうな今は。解散はできん、はい、だから岸田さんはさ、うん、内閣改造してなんて言うけど、あの内閣改造なんてなんとなくさまだ権威をと思ってるように見えるんだけど、はい、政治の格言があってね、はい、解散はあのすればするほど総理の権限を高めると、高める、はい、ただし内閣改造はやればやるほど総理の権限を、はい、削ぐっていうのは、削ぐんですか。あの解散はすればする権限を高めるっていうのは、はい、解散して勝てばっていう意味だけどね、あ、はい、うん、それで内閣改造っていうのははっきり言えば社内人事に入れてで、うんうん、やればやるほど不満が高まるんだよ。
やっぱりみんな自己評価の高い人の集まりだから、政治家はね、俺がなれなかったっていうのが山ほど出てくるね。ポストはちっちゃいからね。そうか、うん、だから内閣改造はなんとなくあれで、そこの瞬間はなんか総理にごますぐやつ見るんだけど、うん、もう総理終わった途端にすぐ手のひら返すからね。それでもう今の時期だと先がないからね、うんうん、引き受けても少ないんじゃないかなとも言われてる。断る、うん、断る。そうか、うん、ウルトラシーでさ、はい、改造するときに東海等も直すんで、はい、もう茂木さんのなんか幹事長はもう全然もう没交渉だからね、うん、ポチだからね、うん、国民人気高めるために高市さんをする、はい、幹事長にするとかね、はい、いろんな話が出てるけれ ど、そう簡単にみんな受けるかどうか分からないよね。そんなの嫌だよっていう、だってその最後の最後で分かってるんじゃない。そしてそれ結構制約受けちゃうからね。うん、結構手詰まりになってるのは間違いなくて、うん、もうそれが具体的に明らかになったのが、うん、会見中ができなかったってことですよ。で、会見中できないともう合法があってて、うん、菅さんがね、はい、この萩生 HKT って、はい、萩生田、はい、K は2つ、加藤、はい、小泉、はい、これで T が武田って、はい、まあ、結構派閥横断的だよね。そうするとこの中で誰を実は担ぐかっていうと、まあ、すぐ分かるけれど、はい、加藤勝信さんで、あ、そうですか、うんうん、加藤勝信さんは、じゃあむしろ私のさ、ほぼ同期でよく知って、昔からさ、はい、よく知っててさ、まあ遊んでた、あの、仲間だったんだけどね。まあ、あの、彼はさ、あれだよね、昔、ムルサキって名前だったから、あの、全然違う名前だったんだけど、まあ、政治家をしたいから、はい、あの、加藤睦月さんってとこに、はい、まあ、あの、婿養子で入ったんだよね。ああ、そうなんですね。うん、で、もともとムルサキっていう時もあれ、はい、あの結構お坊ちゃんだったんだけどね、日産プリンスのね、あの親役の、そうですか、うん、超お坊ちゃんなのに、まあ、政治がやりたかったってことなんだよね。加藤睦月さんとこに行って、加藤睦月さんはお嬢さん2人いたんだけど、はい、うん、これあんまり言っていいかどうか分かんないけどさ、私最初あの会ったのは、はい、あの今の奥さんじゃなくてそのお姉さんだったかな確かなあの、あ、そうだったんですね。いや、まあ、いろいろね、あ、でもそのくらい加藤さんはね、はい、あの大らかだからね、うん、あんまり細かいことにこだわらないから非常に大らかな感じでね、うん、あの妹さんと結婚した方が良かったよね。あ、そうですか私は加藤光子さんもさ、よく知り合いなんだけどさ、うん、チャキチャキの人でさ性格がだからすごく穏やかで、加藤勝信さんは政治家にしては珍しく敵がいないんで、悪く言う人絶対いないと思う。あ、そうですか、うん、ものすごくね、あの穏やかな人だよ。なるほど、全然あの悪口なんかいうような感じじゃないよね。ある意味で神輿の井の担がれやすい人なんだよね。だから安倍さんもすごく評価してたよね。あ、そうですか。そう、安倍さんが評価するときに私に結構聞くときがあるからさ、加藤さんの財務省の中の位置づけ、あ、はい、財務省出身だからね、はい、安倍さんに私聞かれたのは、うん、加藤さんの過去の経歴ね、はい、彼の経歴って実はね、早くからそうやってちょっと政治志向があったから、はい、実はねほとんど要職についてないんだよ、あ、財務省の中で。そうなんですか、うん、そしたら安倍さんがすごく安心しててね、なるほど、染まってないっていう、染まってない、それなら大丈夫だなって言ってそうなんですねと安倍さんは私に言ってましたね。なるほど、なるほど、うん、そういう話っていうのはおそらく菅さんも聞いてるんだと思うけどね。そういうことですね、うん、でいろんな、まあ、あの平成権ってあるんだけど、うん、まあ、派閥横断的ですごくいろんな派閥からも支持を得やすいんです。そうですか、うん、そうすると結構人はあの自民党の中で集めやすいよね。あとこれに対してだから岸田さんはもう出れないっていう状況、岸田さんはまあこれで出るのは難しいよね。なります、ね、でそうすると宏池会の方は上川さんを中心として誰かってことになるんだよね。そうするとあと非主流派の方は菅さんが集めて、はい、で非主流派っつっても萩生田さん入ってるから、うん、安倍派のね、うんうん、かなりの人間はここの、うんうん、加藤さんっていう形になるんじゃないか、うん、それとあともう一人があれだよね、高市さんでしょうね。高市さんはちょっとあれだよね、党内はちょっと厳しいんだけど、うん、まあ党員をすごく集めて地方票を取るんじゃないの、はいはい、うん、というふうな、はい、あの構図になってるね、もうね。いつもマスコミで名前が出る石破河野太郎っていうのはどうなんですか。石破河野、はい、この HKT の中で K は河野っていう時もあるかもしれないけど、あ、そうですか。河野さんはあれだろうな、あの麻生さんとの間をなんかスッキリしなきゃいけないから、ね、ちょっと今回は苦しいかもしれないな。あの大宏池会っていうので麻生さんは
あの河野さんにプレッシャーかけるだろうしね。そうですね、うん、石破さんはこの、元々の小石川っていうのがあって、はい、河野小泉、はいはい、石破っていうので、はい、一つのグループ的なのあるんだけど、うん、石破さん自身がそもそも20人集めるのは難しいからね。ですよね、うん、そうすると誰かに集めてもらわなきゃいけないって立場だから、うん、ちょっと苦しいかもしれないね、うんうん、そうすると菅さんがこうやって集めてね、うん、あの派閥横断的にやっちゃって、うん、やってそうすると加藤さんだと結構集まるんだよね、うん、じゃあこれから夏に向けてもうここでこういう形で出るんじゃないの。だからまあこの3つ3人ぐらいもうちょっと増えるかもしれないよね。あ、やっぱりあれだよね、茂木さんなんかも出たいって言うたらしいね。それ他の人もね、河野さんもまだ夢捨ててないだろうしね、あのみんな出たいという人がいるから結構多く出るんじゃないかな今回はね。それはそれでいいことですよね、うん、結構盛り上がってね、うん、それでどういう方がなるかっていうのは分からんけど、だからもう高市さんなんかはだから地方票を集めるがためにもう地方案件ばっかりしてるよねずっとね、うん、そう確かにこれですごく盛り上がったって決まったらすぐ解散したらやっぱり有利ですよね。あのすぐ解散するか、もしくは憲法の話をきちんとやって来年の衆参同時とかね、なるほど、うん、それで国民投票も一緒に合わせるっていうのが一番のウルトラシーなんだけどね。あ、そういう点もある、ね、うん、そういう風なウルトラシーをやるのか、まあ、とりあえず衆議院だけやっといて、あの参議院と国民投票一緒にするっていう風なあの構えでいくのかとかね、そういう形になるんじゃないかな。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。